ですね。どういうことを期待されてますか。この3名はですね、この3名とサポーターさん、目標タイムボードをですね、今回も書いていただこうかなというふうに思います。それではオープン。ちょっと皆さんに分かるように見せていただけますか。大迫選手はタイムという形では表現されておりません。そして、設楽選手は2時間6分10秒というタイムを記しました。そして井上選手は2時間4分30秒今のところは結構この辺を目標にやってきたんで、ガチガチに狙うわけではないんですけど、一つの目安として、世界と戦う基準として、頭に入れておくべきタイムではあるかとは思います。はい、海外の招待選手のタイムからしたらまだ劣ってる部分あるんですけど、そこはそれ以上に自分が力を出し切れるっていう状況であれば、最後まで走り切れたらいいなと思ってます。自分にとっては、一番難しい質問で、あんまりこうタイムを意識しないで走るタイプなんで、今回もこう書きましたけど、最低でも、このタイムを超えられるように走りたいと思います。自分自身の戦いですし、あとはその当日の気象条件とかレースによって違いますけど、ただ単に一つ言いたいことは、なるべくそのトップ争いに絡むような努力をしていくということを目標に頑張っていきたいなという思いで、ハテナにしました。主要のお試合からお願いいたします。選手の皆さん、笑顔でお願いいたします。今回は一般ランナーが参加できない形になって、自分にとってマラソンというのは本当に沿道の応援に限らず、一般ランナーとすれ違う応援も本当に力になっていますので、そういう今回出れない選手、一般のランナーのためにも、もう今回も全力で頑張りたいと思います。